宮島さんどうぞ。今日はちょっと天気がいいんで、あのシーバスをちょっと釣り行こうかな。あとカサゴとかね、海で、名古屋港のボートシーバスやってみようかな。でこれ今錦鯉のね繁殖やってます。前にね準備、ちょっとこれ持って、ルアー何使うかな。多分シーバスが結構釣れるってことで、まあこういう、これね、あの中国製のね安いやつ釣れますかね。釣れる釣れる。もうルアーは関係がポイント次第かな。ただまあルアーの機能的に結構沈むやつ、うん、この辺いけるでしょう。あとネギョマゴチも結構でかいのが釣れるから、まあ、この辺とか、まあ、やっぱ休日は釣りでしょう。そうですね。今日小川船長が乗せてくれるそうです。よろしくお願いします。ここ危ないよ。ここはね足踏み外したら大怪我するから、皆さん気をつけてね。自分が最近考えてるのがね、癒し ASMR です。最近なんかワイワイガヤガヤとか、僕もそうだったんですけど、ガチャ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 怒鳴ったりして動画撮ってたんですけど、もう自分は癒し動画しか作んないですから。危ない、ここは怖い。うわ怖い怖い怖い。カンカンパイプで道を作ってやる。西村さん怖い怖い。足元それ落ちたらズブ濡れになるから。やろう。ズボン落ちたんだね。え、遅刻で、遅刻で落ちたんだよ。あ、さあ出発です。慣れてないんで、はい、あ、おじさんちょっとなんかあれだ、西村さんがね可愛いギャルだったらいいのに。ですね。これを両手に放てじゃないか。でも西村さんがいいんですよ。僕は嬉しい。ギャルがいいよ。いや、俺ね、あれ最近 YouTube で釣りガールブスばっかだっつってんだけど、あのインスタのフォロワー全部釣りガールだから。下世話ですね。下世話。あの釣りガールブスだって言ってるのは、あの自分のモテない言い訳で、インスタフォロワー50人全部釣りガール。あの男興味ない。さすがですね。だって男の釣り見てもつまんないでしょ。はい、釣りガールの、いや面白いですけど、うん、やっぱり釣りガールでないと面白くないのよ。ですよね。うん、はい、やっぱ、え、何どうした。どうした。いや特になんもないです。あ、小川さんお久しぶりです。よろしくお願いします。最近どうでしょうか、商売の方は。シーバスはあんまよう釣れてますね。あ、まあ商売はポチポチと。コロナの影響でやっぱりお客さん減ったりとかあるんですか。関係ないですか。いや、結構密になりにくいもんで。あ、増えた。はい、増えたっていうか、まあそんなに減ってはないですね。あ、はい、じゃあコロナの影響あんまりないでしょう。そうですね。飲食の人とか大変みたいなんで。そうですけど、やっぱあの釣りに行きたい人は行きたいもんで。あ、じゃあ今日よろしくお願いいたします。今は全然めちゃくちゃ景色いいね。はい、オールが最高にいいんで、ここは綺麗で、夜も綺麗だけどね。あ、温度もちょうどいいじゃん。そう、今一番いい感じかもしれない。あ、今3時。暗くなる前に、まあ、終わっちゃいますね。まあまあ今日は明るくデーなんで、でかいシーバスがね今釣れてるそうなんで。ここぐらい分かんないけど釣れてるって。一回自分の8周分やつ回してもらってもね。ああだね、でっかいやつ。あと、ね、ネギョも釣れるかもね。根魚。あそうなんですね。これだけ小雨降って、あの川水入っとるとこの時期あの結構紫外線多いもんで、あの植物プランクトンが結構増えるんです。赤潮ですか。赤潮までならないですけど、ここで濁ったりもありますね。つけて、一応ここは沈む系のルアーでちょっとね、僕はこれピンクのレンジバイブ。もうその辺でいいんですか、もうすぐそこで。うわーい。攻めちゃう、俺は。あ、わかりました。ナイス。お、いいね。おお、バラしちゃったじゃん。さあ、お祭り専務と、うわー、いいね。うわ、来た来た来た。気をつけて、気をつけて。上げてもらった方がいいかなって思って。で、糸、ここじゃなくて、あそこのついてるところを見てないと、あの糸がだいぶ流されていっちゃうと、あの柱引っかかっちゃうので。あ、柱まで行ったらもう止めると。こう、引っかかりそうかなってなったら。ただ巻いていくっていう。で、まあ大体このぐらいで。あー。なるほど。さすが。おう。ちょっと釣らんとね。まだ釣れてないから。あ、ですね。
引き釣りたいよね。釣りたい。なんとか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 、せっかく来たんで。ねえ。ちょい投げ、ちょい投げ。気をつけて。おい。そこまで落とす。そこまで落として。あとダダ巻きでいいか。本当はね、2回当たったんだ。当たったんだ。黙ってたけど、2回当たった。こっそりな。いやー、釣ります。いるかな。あ、V の周り、はい。オッケー。V 周り。V 打ち。また左だったら離して投げた方がいい。あ、わかりました。じゃあ別にそのまままっすぐ投げたら。来たぞ、来たぞ。あ、引いとるね。ついに来たか。何？いや、魚っぽかったけど。バレた。バレた。魚ですよね、今の。当たったけどバレた。そろそろ釣れるような気がする。まだ全員坊主で当たりはあったんですが釣れてないんですね。もうそろそろ釣れるでしょ。釣れる。もうそろそろ。実は3回やってた。嘘。黙ってたから。3回やった。俺1回もない。何にもない。よし、ちょっとやろう。でもあんまり突っ込むと引っかかっちゃう。浅そうですね。何メーターある？10メーターある。あ、結構深い。バレた。バレた。あー、食っとる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 釣れ。あ、食っとる釣れとる。ボラ、ボラくせえ。ボラか。あ、違うわ。チーバスや。あー、ちっちゃいな。やったやん。チャガエフ、ナイス。あ、やった、嬉しそう。やった、マジ嬉しい。やったやん。やりました。シーバス。はい、よかったですね。今年初かな。待ってよ。あれ気をつけて。指刺さるか。ペンチは？あ、こうやってやるのか。だね。とりあえずキープしとこう。はい、塩焼きにしよう。はい、はい、よし。元気だったら俺育てるわ。もうこれは元気じゃないでしょ。入れて元気元気。はい、オッケー。海水水槽に入れてみよう。あら、来た。これは来た。これ来た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 。でかい。これはさっきのよりでかいぞ、多分。嘘。そんな気がしますけどね。ナイスナイス。あらあら、引いたら引いたら、これ。いや、嬉しそうだな。マジで面白い。これは面白い。来た来た来た。一緒だ。さっきと同じぐらいだ。ナイス。ちょっと、あ、クラゲも取れた。あ、ナイスだ。クラゲも持って帰る。ちょっと両方持って帰る。ります。クラゲも持って帰って。海水魚水。チャガエフ持っとるやん。あったー。持っとるやん。あったね。なんかブラックバスみたいですね。エルアーは何で釣れたの？いや、なんかよくわからないやつです。すごいじゃん、チャガエフさん。やったやった。これいますね。お母さん、お客さんってこんなに騒ぐもんなんですか？珍しいですか、これ。そんなに騒がないですね。すいません。チャガエフさん。すいません。カメラ意識してるんでしょ。はい、すいません。カメラ回ってなかったら無言で釣り上げとるけどね。カメラ回ってテンション上がって、はい、やっとやっちゃーったです。チャガエフ、今日一人で2本目。はい、すいません。皆さん釣ってください。お願いします。こっち向けて。ちょっと待って、今絡んでて。絡んじゃった、はい、食べようよ、塩焼きにして。そうっすね。それで食べる前に俺の水槽で生かしとこう。水槽作ったから、海水魚水槽。口こんな風になっちゃってごめんね。大丈夫大丈夫、生きとるよ。ブクブク持ってきたから。出してあげよう。見せて、こっち見せて。よし、貸して。うわ、ゼリーじゃん。なんか食べれそうですね。うわ、すげえ。はい、ポチポチ。逃がしてあげて。水まんじゅうで使ってられたらね、買い取ったら。はい、うれしそう。すいません、自分ばっかり。いや、いいですよ、こればっかりはね。持ってる、今日持ってる。当たってるとね、また来るのよ。あ、本当ですか。そうそう、わかりました。え、さっきのが鈴木。シーバス、鈴木、はい、で、他に何かこれで釣れるんですか。まあ、夕方もちょっと暗くなってきたらカサゴやろうかな。よし、カサゴ。カサゴも楽しいですからね。育てないとね。カサゴネットするポーズね。おー、怖っ。うわ、ちょっと渋いですが、一匹釣りましょうよ。一人一匹ずつ。今、チャガエフだけ。三バラシ、二バラシ、一あっちやで。俺ゼロバイト、ゼロバラシ。三メートル。ちょっと石丸さん釣って。行きますよ。うん。ここがいいみたいなんで。お、うまいやん。石丸さん、このチャンネル下ネタオッケーよ。いや、
このチャンネルは。ああそうやったっけ。おい、そうやだけど、やっぱりね、女の子と2人で来たよね。ああ、自分が運転できて。ああ、それやりたい。危ないよ、やめてやめて。どうにかあった今。気をつけて。ちょっと揺れに慣れてないんだ。ああ、ほんと。ギャルがいい。でも石丸さん結構真面目な人が好きだからな。やっぱりね、10代、20代、30代、40代、4対1ぐらいで。女の子4って男1人。何がやりたいんだよ。ハーレム。いや、ああ、そうですね。体力ないでしょ。いやいや、そういうチヤホヤされたいね。いやいや、ここ彼女でできたんだよ。あ、ほんまや。この動画で紹介して彼女。紹介。俺も最近彼女できたのよ。あ、じゃあ俺彼女できたの知ってる？本当ですか？本当だよ。彼女できたやで。本当。紹介するわ今度。わかりました。絶対紹介します。あけみっていう名前を。まあ架空の人物ですよ。いや本当本物。本当ですか？リアルリアル紹介するわ。あけみっていうことは45歳ぐらいですか？いやいや、年齢は秘密。年齢秘密ですか？マルも彼女できた。合同コンパで。合コンやったんですか？合コンやって2人とも彼女できたんだよ。誘ってくださいよ合コン。ああ。紹介しよう今度動画で。あの20年下やけん。年下な。俺まだ合わせてよじゃあ。名前は？のりこ。ははのりこ。名前が古いななんか。のりこさんが。それだゴミゴミが。いやこれ。ちょ油じゃないの。ちょっと待って。違う生き物生き物。生き物これ。ホヤ。ホヤ。うわちょっと待って石丸さん。はい。やばいやばいやばい。やばいやつ？あ、なんか動いたことない。やばいやばいやばい。ちょっと手離して、手離して。何これ？な、なになに？ナイス！微生物釣った。これなんですか？これホヤみたいなんですよね。ホヤ。ホヤ。これ触って大丈夫なんですか？触って大丈夫。ホヤの周りに寄生虫がいっぱいついてる。え？寄生虫？これね。これ。寄生虫？あ、危ない危ない危ない。全部危ない危ない危ない。危ない危ない、フックが危ない危ない危ない。動くな動くな。でちょっとこれ持って、これ持って、リーダー緩めて。リーダー緩めるよ。うん、そこ、ベール緩めて、で持って、さ、そこそこでいいんだけど、これを見てほしいんですから、これ見て、この寄生虫。これはやばい。ちょっと待ってよ。これ買います？うん、これね、これ見て。え、あ、それが寄生虫。これ。あ、本当や、寄生虫に出てきた寄生虫。出てますね。小川さん、これ何かわかりますか？あ、アナカリスだ。わからんすね。これはなんか、なんとかっていうやつですよ。名前がね、忘れちゃった。アナカリス。ね、その、これは昆虫だな。水生昆虫だな。だってやばいよこれ。いやだって意味がわかんないもん、このエビみたいな毒持ってて、これ刺されたらやばいよ。石丸さん逃がしてあげて。これこれね、渋いんで、これ投げるわ。ダークスリーパー、これで投げてなんか食ってくるかもね。小川さんがフィッシュ。でかい。オッケー。うわでかいわ。うわ、引っこ抜いた。あ、カリスマスティックでやっていただいた。やった。うわ、カリスマスティックですよ。うわ、ワームです。あー、ワームで。ジグヘッド。ジグヘッドです。すごいわ、マジで。ちょっと小川さん、触っていいですか？うわ、ちょっとこれ、手で持ったら危ないですかね。食っていけば大丈夫です。だって1頭、2頭目ですよね。うぅすげぇ。誰よりもでかい。やったー。ちょっと水槽で育てよう。食べよう。ありがとう。もう一匹釣ろうね。絡んでないよ。何やってるにします？あ、いや、運動。最近体力がなくなってきたんで。腰の振りを、やっぱり昭和の時代を生きた人は、なんかやっぱり腰振ることが大切っていうか。音楽番組とかでも腰振る人が多かったことないのか。そうだね。今なんかそれが卑猥みたいになってる。あ、そうなの？いや、違う。振っちゃダメなの今まで。坊主、俺ちょっと一発やってやるよ、この中国製のルアーで。え、中国製。え、アマゾンでね、激安ルアー。え、いくら？
え、1個100円しないか。どうしたバレた、30セントくらい。どうしたこっちこっち、どうした なんか釣れましたけど、バレた。ただね、なんか引っかかってないなっていうのが分かった。分かった分かった。いや厳しいね、厳しいね。ちょっと1匹釣ろう。よし、ちょっと釣ってよ、もうそろそろ。もうつけてるぜね、こっちはね、もうこれ。あ、もう準備したね。ちょっと抜いてもらっていいですか。どの辺投げればいいですか。つながった、大丈夫。大丈夫、これぐらい大丈夫。どこ投げてもいいですか。壁際がもう釣れるんだよ、これ。フォロースルーで、フォロースルーで釣れるんだよ。あ、釣りたいな。石丸先輩、合わせて。大きいの？大きいの？多分パクッと食ったのもんで、あげちゃったんですよ、多分。大きいの？いい、大丈夫。ゆっくりゆっくりゆっくり。いや、なんかペットボトルが一緒に。いやいや、これは別に網はいらない。ナイス！ナイスフィッシュ。これがどんどん釣れるんですか、今から。カサゴくん。よし、これ飼育しよう、水槽入れて。このワールドシャウラで、ゴーヒューフィッシング。網、網、網。あ、これちょっと黒い、クロスといい。あ、カサゴ？紫だね、これ。いやいや、カサゴだよ、なんか黒っぽい。日焼けしたカサゴ。日焼けした黒っぽいカサゴ。あ、網がいる。マジででかい。でかい。嘘、ゆっくり巻いて。ゆっくり。あ、網、いらん。いらん、いらん、ゆっくり。ゆっくり。釣れた、でかいやん。わ、でかいでかい。うわ、うわ、これは、最大。これでかい。結構大きい。あの、小川さんに教えてもらったやり方したらバンバン釣れます。ピクピク。でかい。これ飼育しよう。飼育しますか、これも。食べてもいいしね。はあ、よし、取って。あ、おめでとう。ナイス。どれ、見て。見せて。ほら。カサゴ入れ食いやん。やった。あ、カサゴじゃないこれ。キジハタだ。キジハタ飼育する。キジハタ、うん、これ丁寧に外して。あ、わかりました。俺が取ってあげるわ、貸して貸して。キジハタ飼育しよう。はい、キジハタじゃん。かわいい。キジハタって珍しいんですか。珍しいです。すごい高級魚。あ、高級魚なんですね。幻の魚飼育します。ね、ちょっと動画撮って。引き取って、石丸さん、引き、もっともっと引いて、もっと引いて、もっともっと、もっと引いて。あ、そうか、専門やけん、いいんか。もっと引いて。はい。網がいるんやって。でかいの来た。やばい。嘘嘘。うわ、大きめやん。あ、ほんとだ。ちっちゃいで。いいサイズ。ちっちゃいわ。いや、でも大きめかさ簡単。何センチですか。55だね。55。ま、嘘、何。いい。え、またキジハタ。え、幻の魚。これキジハタ飼育しよう、今日。かわいい、ちょうどいいサイズだわ。かわいいですね。カサゴは食べよう。はい、よし。どっちか。ああ、でかいでかいでかい。本当に？マジででかいです。どんなの？ほら。あ、父や。いやいや。ごめんなさい。ごめんなさい。普通じゃないですかこれ。すいません。カサゴ今度。これ。でかい。うん、でかい。ゆっくり。寝掛かりやろ。これどうしたらいい？ゆっくりゆっくりゆっくり巻け。いや、竿が。ゆっくり巻け。これ寝掛かり。いや、魚です。魚見ました。これ、あ、かぶないです。網、でかい。でかいで。マジ網。嘘。本当に網？何が来た？わからん。死ぬ。Aか。引っ張りが全然違う。Aか。ちょっとゆっくり巻けよ。ゆっくり。いや、すげえ引いとるもん、マジ。鯉みたいやん。Aかもしれない。俺も根掛かりかと思って、うん、高橋君に変わってもらって Aっつって。Aじゃないよ、これ。ゆっくり。これ絶対上げてよ。あれ、なんかやらなくなる。これ、何これ。ちょっとどいて。あ、何や。ちょっと頼むよ。これ本当に魚。魚だよ。あの、今日主役やで、主役。これで体力使わない。あれ50センチのカサゴかもよ。でも巻いてますもんね。ヒラメかもよ。ヒラメおるで、これ。これぐらいの大きいの。マジ？だからめちゃめちゃでかいから。そうでもカサゴだったらピョンで取れるやろ。いや。だって助かってよ。もう A の可能性が一番さ9割を超えてる。カリスマスティック。ああ、ちょっと待って。いや、これこんなん一番さん余裕やん。あ、重い。マジでこれは重いって。めちゃめちゃ重いって。俺初めて。マジでこうやってドラゴを手で押さえて、うん、キレインレベルで上げてきたらいいよ。こうゆっくりね、上に上げるの。ほんでこれで
あーなんかテレビで見たことあるわそれ。これじゃない、もっともっとヒゲ取って俺の技術を日本中の国民に俺の技術見てこれ。そうですね、はい、10キロ超えてるから、うん、でこれ魚じゃないよ完全に、はい、A だよ。でかいのそこにあるから、マジででかいんやってこれ。無理したら切れるから、うん、ゆっくり上げて、うわ引くな、やろう引くな。リーダーがね、細いんですよ。うわ、やべやべこれちょっとやべやべこれ手が切れる。ちょ、大丈夫大丈夫、ですもう引き取って引いて引いて引いて、いやいや今の演技演技じゃないけど、すごいやろでも引きが。俺はやばい、やろう。ちょっと締めたら切れるよ。これみんなね、体感した方がいいって。来た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 、おぉ A だやっぱり A、 彼彼やべやべ、あれはあれはあれはこれがプロの技術ですよ。あれがいるやん。よし、ここで変われ変われ、釣り上げろ。やばいやばい、ちょっと待って、変われ変われ、あーやばいやばい、やばいやばい、あれあれあれがいるやん、あれが網網網、これはでかい。でも釣り上げて、絶対映像的には下潜っちゃったら、潜ってますよ。上に上げる、止めてあげた方がいいんですか。よし、ちょっと最後見て、はい、魚また潜っちゃった。また潜ってちゃうぞ。ちょっとマルの技術じゃ、でも取れるよ。でも巨大なエイだ、10キロ超えてるぞ俺。ちょっと変わってくれ変わってくれ、竿貸してくれ、持って持って持って映像的にちょっと見たいんで作ってもらっていいっす。でトゲあるから刺されたらやべえよこれ。あ、本当切れた。岡さん、あれ20キロ超えてた。20キロ以上ありますね。だからだよ、だから20キロを、これラインが細かったよ、笠子用の。頑張ったよ、小物を逃す俺たちの失態あったけど釣れた。網網ちょっと貸し貸して、女性も1匹釣らして俺にも。正解、ちょっと俺1匹も釣れないんだけど今日。笠子が釣り、網はいらんと思う。いや20センチ超えてるよこれ。うわ、でかいよ。ナイス、釣った釣った、すぐ釣れるから。ちょっと待って、もうええじゃない、さっきの切れたじゃん。ええかかった、ええが引っ張って切れた。じゃあ今、さっきのが名古屋記録らしいのよ。38キロのええで、網に入らんと、岡さんのええが、網に網に入らない、はい、だからギャフ持って用意したんだけど、あれ刺されたら死ぬんだって、ね、今またええだわ。あれもええか、ここ運も言わせない、持ってない男だった、島田さん。俺今ね、小学校の時に大事な大事な試合でサッカーの PK で外して、うわーっていう、あの時以来。まあまあいいんじゃないですか。いやいや、試合の PK 外して負けるってみんなの責任を背負うんだよ。あの虚無感、みんなもう気使って何も言わないみたいな。でもみんなは別に何とも思ってないと思いますよ。思ってるよ、だって。あ、そうですか。サッカーの試合で PK でよしって俺が蹴るわって外しちゃって、コロ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 、おい。まあとりあえず高橋さん、あの一匹、あ、来た、ゴミ、ゴミ、あー、俺のでかかったね、見えた、チャガイフのが、あ、チャガイフ、出た、はい、じゃ俺もでかかったね、結構いいサイズじゃないですか、これでかいよ、これでかいですよね、でかいでかいでかい、でかい、でかい、お持ち帰りサイズですね、はい、もう持って帰ろう、はい、持ち帰りますわ、やったー。いや、俺今食ったのにバレちゃったやん。なんでバレる。なんでバレしたの。20センチ。すみません、ありがとうございます。もう見とってよ、俺のプロの技術を。やっぱね、でかいルアーにはでかい魚が来るんですよ。今日坊主の。絵かかりたいね。映像的にはね。あ、そうか、もう一回ぐらい。さっきから映画教室の映像だとか。あ、またかかった。あ、まだ、こっちこっちこっち。いや、チャガイフの腕もあるかも。やっぱり芋、あの、そうですね、これちょっとワム、あの、これです。あ、じゃあそれはチャガイフの腕やな。はい、このちっちゃいやつ、これ釣れるんで。この赤いの釣れるな。おお、これも大きいな。でかっ、ちょっとそれでかいやん。まあまあ、クラッピーワーム、クラッピーワーム食べ際だ、本当に着水だわ、これうんこしてる。あ、これがうんこ、ちゃぶちゃぶちゃぶって言ったのよ、これがカサゴのうんこ、うん、
手が釣ったところ、もういいえ、しゃあないしゃあない。これダークスリーパーで、今日初めての当たりをばらしてきたの、はいはい、初めて釣り上げた。おこれはでかいよ、20。あ、そういうチビカサゴがね、群れるとね。あの時すごい悪いなと思ったんですけど。え、何ですか。ちょうど子供生まれて、あ、お母さん、あんで生まれた日でなんかちょっと調子が悪いもんで、うん、おお、うん、どうぞ、いいぞ。病院を転院するって言って、保育器に入るって、そんな状態だったので、釣りどころ、仕事どころじゃなかったんです。子供がやばいっつって、子供が転院するって言ったなんか、あ、もう気がそっちに行っとったんです。ああ、なるほどなるほど。もう脳内がね、それは仕事したらいかん気やったかもしれないね。よし、フィッシュ。ダークスリーバーでもなんか食いが上がってきたよ、うん、2匹目やね。この調子だと100匹釣れるわ。ああ無理でしょ。よっしゃ、よう釣るな。クロソイ、うん、え、カサゴ、これ日焼けしたカサゴ、うん、カサゴだね。カサゴ、いや、これは、あ、日焼けしたカサゴか。ムラソイっぽい。来た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 、あ、来た。よし、お、よしよしよし、いいね。ちっちゃい。おお、3匹目。あ、こっちも来たわ。カサゴです。カサゴ。これはちっちゃいね。ダークスリーパーで。ダークスリーパー、はい。いいよ。今かかってどっか潜った、これ。A か？ A じゃない。重いの？いや、寝掛かりだな。どっ か、これ引っかかったんですね、魚が。ゆっくりゆっくり。ゆっくり。でもなんか全部これ魚だよ。ゆっくり持ち上げて。寝掛かり？いや、寝掛かりだな、これ。朝ご料理しようかな、今日まで。あ、何や、うちのさんのクッキーのせいさんで。あ、生かしといてやろ、うん、まあ来週でも料理して、で、一部を知って今日やったほうがいいな。いやいや、もう、あ、そんなやっぱり、あ、もう、社外人がどんどん。ほら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 、ナイスナイス。一部で引きれよって、引きで引きで取る、はい。うー、めっちゃいますね、だけど。うん、これが入れ食いポイントか。結構大きいね、いいサイズ。結構こんぐらいで引くよね。はい、気持ちいいですね。あ、当たった。お、あ、ちっちゃいな。おお、当たったけど、なんか当たりが乗ってきたね、夕方。はい、楽しいです。来た、入れた瞬間に来た。うお、ちょっといいサイズ、ちょっといいサイズじゃないこれ。20センチオーバー、でかいよ、でかかさ。こっちも釣れるな。あ、よか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 、おじさん釣っとる。なんかもうダークスリーパー、ダークスリーパー、ダークスリーパーがよく釣れる、うん、これね、はい、でかい、これね、ダークスリーパー、これ、おお、え、チャガイフ、それ何匹目も、いや、わかんない、20匹ぐらい釣った、結構釣りましたね。おお、ナイスナイス、はい、楽しかった、いっぱい釣れましたね、はいはい、で今回は持って帰って飼育するんで、はいはい、ね、もちろん食べるんだけど、はいはい、食べるまでちょっと生かす水槽でクーラーに入れて、こっちで魚を殺さんように、うん、ちょっと適当に下水の中に。水はどんなもん入れます？とりあえずは今緊急でちょっとでいいよ、重いから。あ、いいですよ、どんどん。カサゴじゃです、うん、カサゴ。よし、触って、触って、大丈夫、気をつけて、針があるから。え、どこに？トゲが背中にある。背中にありますよ、背びれが。うん、3で全部持って帰らんから逃がしていこうかね。え、全部キジハタが1個ある。キジハタはね、持って帰りたいです。これ、あー、いいね、かわいいね。うん、すごいじゃん、カサゴ。大きいカサゴ。あ、大きいカサゴ、大カサゴ。巨大カサゴ。これはだから、飼育して食べる、うん、徐々に食べるよね。シーバスも入れとかんで、シーバスも入れたいです。とりあえずキジハタもいい。いや、キジハタな、よっしゃ。あ、シーバス来た、来ましたね。弱っとるかな。あ、ちょっと弱いですね。弱い、こいつの方が。じゃあこの2匹ちょっと行って、以上、海水水魚水槽立ち上げて、はい、イケス作り、イケスがあるから。カサゴまだまだいい。あ、カサゴちょっと入れましょうか。持って帰って食べちゃうか、今回ね、本当に、はい、いつも逃がすけどね。もう魚は こっちのクーラーだけ。もう何これ、色は。
うん、そうそう、で、エアレーション上にあるから今回、生かして持って帰ろう。はい、どんだけ行きますか。さあ、とりあえず、石丸さん、生かしといて、ちょっとずつ食べよう。で、海水水槽を立ち上げましたね。もういいや、ちょっと一緒に。はい、入れます。入れ入れて。とりあえず、みんな生きてるな。で、一応海水水槽をね、あの海水の下で立ち上げてるんで。おお、いいね。ちょっとシーバスが怪我してるから、この子から先食べるかな。で、もう一匹シーバス入れるよ。生きとる。お、元気やん。